ないから遠いわ、めんどくさい今ね朝の8時半ぐらいですけどね、まあ土曜日なんですけど、まあ、車結構いますよね。お、看板見えてきましたね。さあ入るとこすぐ分かるか。あ、あれやな、 B って書いてる青の。ダイワサイクルと同じ駐車場。あ、お疲れ様でした。これあ、屋根付きやんな。なんか今日雨降るから入った方が良さそう。なんかボロボロの車おんねんけど、なんか張り紙してあんの止めっぱなしなんやろな、ここ。駐車券いらん駐車場やったんで、まあいつでも入っていつでも出れますけど、こういう放置される車とかおるんよね。いつぐらいから止めてんやろな。これでもさ、こうやって止めてたら税金払わんとかんのじゃん、これね。あ、でもナンバープレートは、あ、まあ関係ないか。なんか結構放置自動車たまに見ますけど、あれどういう状態になってるんでしょうね、皆さん。これね、地下の地下いうか1階半地下の駐車場になってますよね。でここ、これやったら雨でも大丈夫そう。この間前傾を取るの忘れてたからな。これさ、一応こっち側にも駐車場あんねんけどな。これ前傾難しいな。前傾でかすぎてむずいな。これでいいか。これでいいか。あ、やってまいりました。快活クラブ1号平方店かな。1号っていうのはここが1号線なんですよね。これ1号線なんですよ。京都に行きますね、向こう行ったら。この金のポテトの食べよう食べよう思うんだけどな、ずっと食べる機会がない。まあ朝ポテト食うからないんだけど、料金はまあ標準的な、値上がりしちゃった標準的ですね。6時間パック2000弱。土日祝は220円プラスだね。92なんやけど、え、多いな。
かん、ここはね、あ、クーラーがある。それかコミック紹介してくださいって言われてるんやろかな。ここにマニュー出しますね。ワンツーがないね、ここね。ワンツーが来たらな、久しぶりにライブ配信しようと思ったけど。向かいにもトイレあるんですね。ドアもあれかな、ロスだけちゃうかな。少ないわ。確かに。かかったらどこあるんですか？ご注文されましたらフロントの方に。あ、フロントに取りに行くんですね。はい。あ、なるほど。
これ、ナンバー。ナンバー。はい。2枚もらえます?はい、どうも。はい。はい。返却する。はい。この辺誰かただ飯食われるんかな。
これかな、ヒラパーがありますね、はい、1号線ずっと通ったこっち沿いにありますね。これ、大阪では2店舗しかない貴重な店舗です。はい、結局6時間いましたね、1号枚方店でした。ああ、結構穴が開いてるかな。これあれやな、1号線あれ逆方向行くのどうやって行くんやろな。あんなぶっとい道路なかなかひっくり返られへんのちゃう。なんか裏から出る道がありそうやけどな、まあ、行ってみようか。続いてるかちゃんと。あ、なんかいけるはいけるけど、ナビが追いつくかな。めっちゃ住宅街やもんな。高低差すごいね。信号ある？信号あるな。